カブスキジャケチャンネル。はい、どうもカブスキジャケチャンネルです。今回は23日の巨人戦振り返りたいと思います。というわけでタイトルはこちら、クライマックスシリーズ進出へ向けて大きな大きな一勝となったゲーム振り返っていきたいと思いますので、ぜひ動画最後までご覧ください。このチャンネルではカープに関する動画を多く上げておりますので、カープファンの方やプロ野球ファンの方はチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それでは内容に参りましょう。23日の巨人戦は7対3で見事カープが勝利してます。試合展開見ますとね、カープ先制したんですけど、すぐ逆転されて、でまたカープが逆転してすごい疲れたということでね、なかなかちょっと嫌な流れではあったんですけど、終盤以降はね、もうカープのペースということで、一発攻勢で点取って、中継ぎも無失点に抑えたということでね、本当によく勝ったと思います。野手陣もね先制、それで中盤にも得点、終盤にも得点といい形で点取れてましたし、森下投手もね悪いながら粘って、中継ぎも無失点リレーということで、投打が噛み合ったゲームかと思います。これで4位のね巨人とのゲーム差5ゲームまで広がりますので、この時期の5ゲームかなりねでかいので、クライマックスシリーズ進出ということ自体はほぼ確実かなと思うので、あとはね2位で、クライマックスシリーズできるように、勝ち続けるのみということになるかと思います。で今シーズンの巨人戦は対戦成績が17勝8敗ということで、非常に相性よく勝ててましたので、来年もねぜひ巨人相手にはね、この好相性といったところをね、話早いんですけど継続してもらいたいというふうにね、思います。でこの試合のスタメンはねこのようになってました。熱で登録抹消されていた秋山選手で、怪我で離脱していた上本選手、菊池選手がスタメンに戻ってきました。菊池選手なんかはね、いきなりぶっつけでのスタメンという形になってます。で得点ですが、2回の表、堂林選手の右中間へのソロホームランで先制しました。その後逆転されましたが、4回の表、またもや堂林選手のタイムリーツーベースで同点、さらに末金選手のセンターへのタイムリーで勝ち越します。でその後また同点に追いつかれましたが、7回に末金選手のレフトへのソロホームランで勝ち越し、さらに秋山選手にもライトへツーランホームランが生まれます。で8回にも末金選手がレフトへソロホームランということで、ホームランが4本も出て7得点奪えたというゲームでした。野手陣の気になるポイントですが、まずポジティブ要素、この試合のヒーロー末金選手ですが、プロ入り初となる2打席連続ホームラン、9号ソロホームランと10号のソロホームランを放ちました。さらにホームラン以外にも外すらタイムリーもあって、猛打賞3打点ということで、大暴れ大活躍でしたね。まず4回ですが、これね、堂林選手のタイムリーツーベースで同点に追いついて、なおもツーアウト2塁というチャンスの場面で、ピッチャーね菅野投手相手に2ストライクと追い込まれていたんですけど、3-2からですね、最後外のスライダー、これ本当にボール球ですね、ストライクからボールになる球をね、本当にもう泳いでいたんですけど、なんとかバットに当ててセンター前ポテンということで、勝ち越しタイムリーね、非常にいいバッティングになりました。末金選手もともとこういうね外のスライダー苦手で、もともと空振りが多いバッターだったんですけど、このね菅野投手、しかも菅野投手のねこの外スラをなんとか食らいついて当てた、ヒットにできたというところはね、本当に成長している部分かなと思いますので、チームにとってもね、本人にとってもこれは今後にもつながる一歩になったのかなと思います。でさらに7回は、菅野投手の初球のねツーシーム、インコースのツーシーム、これ別に甘い球じゃなかったんですけど、うまくね、バット抜いて、レフトスタンドに運んだということで、もうまさにね長距離砲末金選手らしいという一発でした。これは本当によく打ったな、うまいなと思いました。で8回も一発出たんですけど、こちらもね、追い込まれて 3-2 というカウントで、最後外のね若干浮いてきた変化球なんですけど、こちらもね、泳ぎ気味で片手、ほぼ片手で打ってレフトスタンドに入るということで、ここもねパワーがある末金選手らしい一発ということで、この日のね3本のヒットホームランは本当に、いい価値のある一本になったと思います。これでプロ2年目にしても2桁ホームランにもね到達したというところで、カープのね、補強ポイントとよく言われる右のね長距離砲といったところ、これ末金選手が穴埋めてくれればねチームとしてもでかいので、あと残り試合少ないんですけど、右左問わずね、この結果を見てスタメン定着といったところもね固定してもいいのかなと思いますので、そういうね本当にいい活躍してくれたなと思います。
そして堂林選手も右中間への12号ホームランとタイムリーで2打点の活躍でした。こちらも2回ですね、ワンボールナッシングから2球目外のカットボールを右中間スタンドに運んだということで、堂林選手らしい逆方向への一発、素晴らしかったですね。これも菅野投手の、外のカットボール逃げる球なんですけど、それをスタンドに運ぶということで、ここら辺からも堂林選手の好調が伝わります。でさらに4回の同点のタイムリーといったところもね、これも同じように外のね、スライダー系統の球を逆方向、右中間センター方向にね弾き返すタイムリーということで、本当にいい形で打てているなということが分かりますので、本当にこの状態をキープしてもらってシーズン完走してほしいと思います。で成績更新にも期待ということで、キャリアハイのホームランが14本というところで、でもこれで今シーズン12本打ってるので、あとね残り試合5試合といったところではあるんですけど、全然、そのね14本、15号打って14本超えるということも可能性あると思いますので、今のね本当にアプローチだと全然あり得るということに、なるかと思いますので、このね打ち方を継続してもらって、ぜひ成績更新して、それに伴ってチームもね勝てるようになると思いますので、なんとかね、頑張ってもらいたいと思います。そして秋山選手、重要な試合で5月31日以来の4号ツーランということで、この試合ね、クライマックスシリーズ進出といったところもかけて、でまたね2位定着に向けても負けられないというね大切な試合が続くという中で、ツーアウトランナー2塁のチャンスからねライトスタンドへホームラン、これが本当5月31日ぶりということで、もう3ヶ月以上待ち望んだ一発になりました。やっぱこういうね点欲しいという場面で打てるのが、さすが秋山選手というところですね。復帰していきなり打ってくれたというところでも頼れるなと思いましたので、またねこの一発といったところをきっかけに状態上げていってもらってね、最後打ちまくってもらいたいと思います。デッドボールがね最後9回に当たって、ダイソー送られるというところはあったんですけど、多分大事を取っての交代で、本人はなんかいけるぞみたいな感じだったんですけど、休ませたり大事を取るという意味でのね、交代だったと思いますので、そこもねちょっと心配ではあるんですけど、重要な怪我といったところねなってなければいいなと思いますので、またね次の試合からも打ちまくってもらいたいと思います。で上本選手は復帰戦でいきなりマルチ安打ということで、上本選手ね復帰早々マルチ安打スタメン出場ということで、2番としてねこういう風に出塁してくれるというところはね、ありがたいなと思いました。でやっぱり、上本選手ね今シーズン本当に替えの効かない選手といったところでね渋い活躍してくれていますので、こちらもね最後までこういう活躍といったところを見せてもらいたいと思いますし、あと残り試合わずかではあるんですけどね、適当に休みながら頑張ってもらいたいなと思います。そして菊池選手、攻守連発というところで、こちらも復帰早々ね即スタメンになった菊池選手なんですけど、やっぱ菊池選手の守備はね替えが効かないなと思いましたね。初回もいきなりね岡本選手の、センターに抜けたのかなというね思ったゴロをね、菊池選手がパッと取って、ポジショニングもいいですし、取ってからの送球も完璧ということで、本当素晴らしいなと思いました。で2回もねダブルプレーブリンソン選手取ったんですけど、これもねよくバウンド合わせて、そこから素早くショート転送してゲッツーというところで非常にいいプレーで、8回もね岡本選手のセカンドゴロ、これ強烈な打球だったんですけど、さばいてアウトということで、こういう風にねもう今思いつくだけでも3つも攻守あって、他にもね本当に安定した守備見せてくれてますので、やっぱ菊池選手の守備というのは替えが効きませんね。ちょっと菊池選手がね離脱してる間はねちょっとこれ菊池選手なら取れてたかなっていう打球というのがね多かったんですけど、やっぱ戻ってきてこうやって守備で安定するということで失点とかも減ってくると思うので、菊池選手やっぱきついと思うんですけど、最後までね、なんとかチームを引っ張っていってもらいたいと思います。そして中村隆弘選手は代打でプロ初の長打ということで、こちらは7回ですね、ツーアウトランナーなしという場面で代打で出まして、追い込まれてからライトへツーベース打ったというところで、これがねプロ初入っての長打ということになって、これが結局ね秋山選手のツーランホームランにつながりましたので、よく打ったなと思います。まだねちょっと2軍で打ってるような打球がうまく上がってホームランになるみたいな大きな当たりっていうのはね、1軍に戻ってきてからは出てないんですけど、こういう風に1本長打が出たというのは良かったと思いますし、どんどん一軍のねピッチャーのボール の質に慣れてもらって、自分のスイングでねホームランといったところもね、出てくるんじゃないかなと思いますので、本当にこういう今しびれた戦いで打席経験できているとはいうところはね非常に良いと思いますので、こういう風に隙があればねぜひ中村隆弘選手代打で使ってみたいということをね願ってます。
で、反省ポイントなんですけど、デビッドソン選手ですね、まあ、この試合も3打数連続無安打というところで、19打数連続無安打になりましたが、まあ、内容自体はね、まあ、良くなってるんじゃないかなというところで、まあ、ショートライナーとかもありましたし、まあ、サードゴロ、これもね、三遊間抜けたんじゃないかなって思うぐらいの打球がサードゴロというところもあって、まあ、だんだんね、バットに当たったりして、内容も良くなってきつつありますので、まあ、最後本当にね、デビッドソン選手の一発といったところも重要になってきますので、ここら辺も早く復調といってもあと5試合しかないんですけど、まあ、本来の力出してもらってね、まあ、20本まであと1本といったところもあるので、まあ、キリのいい20本までねホームランも乗せていってもらいたいと期待してます。で、先発森下投手です。この試合6回投げて107球被安打7、四死球は4つ、三振0、失点3という内容でした。で、この試合の森下投手なんですけども、立ち上がり初回2回はですね、外のゾーンをうまく使って上々の立ち上がりということで、まあ、今日のね球審の敷田さんが、まあ、外をねかなり広かったので、まあ、アウトコースのまっすぐであったり変化球といったところを低めに集めて、まあ、うまくね 1,2 回は、無失点に切り抜けていました。まあ、ただですね、まあ、3回からちょっと浮くボールが増えたというところで、まあ、っすぐもね高め要求のがかなり浮いたり、で、変化球もね特にカットボールですね、カットボールがこの試合全然コントロールできてなくて、まあ、突然本当にどうしたんだという状態にね、なってしまいました。で、まあ、特に左バッターに対して制球が乱れたということで、まあ、左バッターに対しては最終的には3つフォアボール出しました。まあ、いつもだったら左バッターに、まあ、外から入るねバックダウンのカットボールが決まってたんですけど、まあ、今日はそこが全然、決まらなかったというところで、まっすぐもね、左のアウトコースには本当に決まらなかったというところがね非常に苦しかったというところで、まあ、このねまっすぐカットボール軸になる2つが左バッターになかなか決まらなかったので、まあ、そういったところでね、フォアボールであったり左バッターにちょっと打たれるというところもあったのかなと思います。でも、まっすぐカットボールもね空振り率がかなり低くなっているので、まあ、そういう制球が乱れていたというところもあってね、なかなか振ってもらえなかったという点がね、大きいのかなと思います。で、まあ、最後までちょっと変化球とかも浮いて、まっすぐもね、初回とかのようにビシビシ決まるというところはねもう復活できなかったんですけど、まあ、それでもなんとか6回3失点にねとどまってくれてますので、まあ、試合は作ったというところは一つ良かったと思いますし、まあ、その後ね勝ち越しして勝利もねこれ転がり込んで、9勝目になりましたので、まあ、2桁勝利といったところに向けて、まあ、あと多分1登板どっちかは分からないんですけど、まあ、なんとかね10勝目といったところ目指してね頑張ってもらいたいなと思います。では中継ぎまた今日は3投手が登板しました。まず矢崎投手ですが、素晴らしいピッチングでしたね。低めにボールを集めてストレート球威もありました。空振りも取れてました。これで上位打線ね三者凡退に抑えたというところでね、まあ、ゲームのね流れを相手に渡さないといったところでもね得点の直後のシーンをね三者凡退に抑えたというのは非常に良かったのかなと思います。で、島内投手もね、まあ、こちらもストレートもね走っていまして、まあ、高めで空振り取れたりしてましたし、でチェンジアップもね低めに落として秋広選手から三振奪えていたので良かったですね。これで6試合連続無失点といったところになりましたので、まあ、島内投手もね最優秀防御率最優秀中継ぎのタイトルがねかかった登板が続きますので、まあ、なんとか頑張ってもらいたいと思います。で、9回栗林投手ね、まあ、こちらも変化球もストレートもねもう心配いらないクオリティというところで、まあ、丸選手に対してはねボール先行カウントになったんですけど、最後ねまっすぐで押して抑えたりというところで、まあ、心配なかったかなと思いますので、まあ、こちらも最後までねこの状態といったところをキープしてもらいたいと思います。最後に次の試合です。次の試合ですが、ヤクルトとマツダスタジアムで勝負というところでですね、まあ、予告先発は栗投手と小川投手と発表されてます。栗投手ですけど、まあ、今最も信頼できる先発ということで、まあ、9月の防御率が 1.83 ということになってます。まあ、ちょっと9月に入ってからですね、床田投手や森下投手若干崩れるという試合が増えている中で、栗投手は安定してます。で、まあ、1勝2敗ではあるんですけど、防御率 1.83 とね非常に安定していますので、まあ、期待して、見ていいのかなというふうにね思います。で、ヤクルトのね小川投手なんですけど、まあ、こちらね対戦防御率 1.50 と、まあ、良くないんですけど、まあ松田ではね2勝してるということで、まあ、松田では1点取ってあともう1試合3点取ったということで、まあ、そんな極端に嫌な相手にはしてないので、まあ、投手戦にはねなるかもしれないんですけど、小川投手からもねしっかり点を取ってもらいたいというふうなところをね期待してます。で、松田では今シーズンヤクルト戦負けなしということで、まあ、今年ヤクルト戦はね本当カードが極端で、神宮では2勝しかできずに、逆に松田ではね1敗もしてないという極端なカードで、まあ、なんかあるのかなと思うんです
ですけど、まあ、こういうそういうね、いっぱいもしてないという相手を松田に迎えるので、まあ、このカードは必勝で勝ってもらいたいというふうに、ね、期待してます。で、2位を確定させるまで勝ち続けるのみということでですね、まあカーブ見事勝ちまして、ちょっと DeNA がね、まだ試合終わってなくて、今ちょっと9回2アウト4対3で、中日勝ってるんで、まあこのままね、中日勝てば、まあ、カープにとっては大きい大きい一緒になるんですけど、まあとはいってもね、やっぱ横浜の方がゲーム数多いといったところもありますので、まあカーブ本当に残り5試合勝ち続けるのみになりますのでね、もう最後本当にもう5連勝、6連勝してもらおうというところでね、まあ、こっちもね、楽しんでみたいということになりますのでね、まあ、最後まで全員で頑張ってもらいたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。クライマックスシリーズ進出へ向けて、さらに2位確定へ向けても大きな大きな1勝となりました。主力選手も戻ってきて、右バッター陣のホームランという状態も上がってきてますので、このまま打ちまくって勝ってもらいましょう。このチャンネルの登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではカープの勝利を祈りまして、ガガガガガムシャラカープ頑張れ。